救う会会長の西岡でございます。昨日私実はあそこにいたと言いまして昨日も来てくださった方がここにたくさんいると思いますけれども、昨日ですね、拉致被害者を全員助けるための国民大集会を開かせていただきました。先ほども何人かの先生方がお話しくださいましたけれども、1000万筆の署名を達成することができました。実は私どもの運動も一時先生たちがこの運動を始めた同じ平成9年に始めました。そして私どもはですね、平成9年は力がなくて東京で100人ぐらいの集会しかできなくてですね、国民大集会をやったのは平成11年です。そして平成11年の時ですね、確か九段会館だったと思いますけれども、先生方が集会をしていたんですが、私一時先生にわざわざお願いに行ってですね、入り口のところでチラシを任せてくださいと。私たち第1回の国民大集会を5月2日に、計画していたんですが、当時我々の東京での動員能力約300人だったんですね。でここの会場でやると、北朝鮮が見ていてですね、2階まで人が集まらなかったら、あるいはガラガラだったら、日本人は拉致問題に関心がないと思われてしまうんじゃないかと、北朝鮮は嫌と思いまして、私も家内の兄貴の、家内の、そうか、家内の、妹の兄貴の子供とかですね、もう選挙みたいに何でも分からない、とにかく座っててくれと言って集めたんですが、その時ですね、まあ多分九段会館からたくさんの人が来てくださったおかげもあったと思いますね。幕屋から見ましたらば、連休中の真ん中にですね、1300人の人たちが立っていたことを今でも思い出します。その時から実は先生方に、この運動の皆さん方にお世話になってきたということをまず申し上げなければなりませんし、昨年は実は日比谷公会堂の日程の問題もあったんですが、同じ日に我々国民大集会をいたしまして、一時先生に叱られましてですね、君たち試験をどう考えてるんだろうと、気持ちが一緒で一緒にやってるんですというふうに申し上げてですね、自民党の先生方は我々の集会に出た後自民党の方に行っていただくという、あるいは平野先生もそうされましたですけども、そのような形をさせていただきました。教科書の作る会もやはり同じ年に始まってるんですが、16年前ですね、日本が少し変わり始めたのかなともこう話を聞きながら思っておりました。そして治験回復記念日と書いてありますけれども、しかしもう別の意味でですね、祈るという字にも変えなくちゃいけないんじゃないか、つまりまだ全部回復していないと、そうだ、終わりというふうにも思うんですね。拉致問題の観点からそのことについて少し申し上げます。実は試験が回復されたですね、昭和27年、その11年後に今明らかになっている最初の拉致事件が起きます。寺越事件です。今年で50周年になります。石川県のごく、海岸から近いところの磯にですね、網をかけてたんです。でその網の中に魚がいるかどうか漁船で3人日本の漁民が行きました。そしたらば船だけ出てきて行方不明になってしまった。24年間何も起こらなかった。北朝鮮で生きていると手紙が来たんです。そして北朝鮮側の主張は救助してやったと。そして北朝鮮に行ったら北朝鮮がいい国だからそのまま残ったという嘘をついたんですが、当時の社会党の国会議員が間に入って、家族が北朝鮮に行って北朝鮮に感謝するということで、事件が表に出ないで拉致とは分からないまま処理されてしまった。
そしてその後分かってくるんですが、あんた何でそんな詳しいんだ。私は専門家だったんですね。工作元工作員から聞いたんですが、北のスパイだと私のことを言う人がいるって初めてすいません、あの元工作員から聞いたんですが、そこで漁民が一人殺されている。そこはちょうど工作船の上陸地点だと。上陸地点を見られたら殺さなくちゃいけない。しかし そこに子供が一人いたもんね。13歳の少年がいたんです。それで拉致しようと思って別れと言ったけれども、抵抗したので一人殺した。そして重りをつけて海に沈めたということをやった人から話を聞いた人が今韓国に亡命してきて話をしています。日本人が日本の近海で漁業をしていて、北朝鮮の工作船が入ってきて、その場で2人拉致され1人殺され、その事実が24年後分かったのに感謝を向こうにしたと。これで真の意味で主権が回復したと言えるのか、言えないという問題意識であります。そして主権、同じように講和条約を発行した後25年経って横田めぐみさん拉致が起きます。その次の年には蓮池さんや千村さんや市川さんたちどんどん拉致されます。その後20年間何も起きませんでした。拉致したという事実は政府は事件の直後から知っていました。警察が電波を傍受していて、北朝鮮の船が日本近海に来ていた、その来ていた時に失踪事件が起きていたということを知っていたんです。しかし何もしませんでした。主権は誰が守るのか、戦わなければ守れないと思います。今から16年前先生方が立ち上がったと同じ年に家族会ができました。家族の人たちは実は家族会を作るときに大変悩みました。名前を出して訴えたら北朝鮮にいる被害者めぐみさんやルミ子さんたちが殺されるんだよね、証拠隠滅のために殺されてしまうかもしれない。実際に当時日本政府からはそのようなアドバイスをもらっていました。しかし20年間何も起きなかった。名前出して訴えなければあと20年間何も起きないだろう。子供たちは北朝鮮で北にいることもわからないまま死んでいく、親たちもそのまま死んでいくだろうと、日本の世論に望みをかけて世論に訴えようという悲壮な決意をされたのが今から16年前でした。それを見ていた荒木さんや私ども専門家、そして心ある国民が救う会を作りました。そして16年運動をしてきました。その結果1000万の署名を集めることができましたが、まだ5人しか助け出すことはできておりません。昨日曽我ひとみさんがここで話をしてました。北朝鮮にいる時ずっと日本の助けがいつ来るのか待っていた。昨日は曽我さん話してませんでしたが、1990年に金丸という方と田辺という日本を代表する与野党の大物政治家が北朝鮮を訪問して金日成に会ったんです。その時曽我さんはテレビを見ていたそうです。そして日本の政治家が来たんだから、日本人である私が不当に拉致されていることが議題になっているはずだと心の中で思っている。しかし議題にならなかったんです。家族会ができて救う会ができて運動を起こして世論が起きて小泉訪朝の時議題になりました。しかし金丸訪朝の時の外務省の課長は
小泉訪朝のところの外務省の局長です。世論がなければ無視しようとした人が、今度は5人が日本に帰ってきたのにもう一度北朝鮮に返そうとしました。あの時私は実は被害者たちが田舎に帰ってですね、最初の夜を過ごした時にマスコミを記者会見の担当だったものですから一緒に行きました。小浜である被害者のうちで私寝ていたらですね、夜中の3時頃この被害者のお兄さんがトン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 と来て、石岡先生、弟が日本政府が守ってくれるなら残りたいと言ってましたと言いました。洗脳なんかされてなかったんです。しかし北朝鮮に子供がまだ残ってるんです。帰りたいと言ったってことが公開の席で出たら子供がどうなるかわからない。だから絶対に秘密で中山京子さんと安倍晋三現総理にお伝えしました。5人がそれぞれ決断をして伝えた後、日本政府の責任で本人たちの意思を問わないで日本に残すという決断があったわけです。国家というのは国民を守るためにあるものです。そしてその国家が国民を守ることができるのは主権があるからです。そうだ、そうだ。私はその被害者とですね、夜中にその話を聞きましたが、お兄さんから聞いたんですが、次の日の朝、朝ごはん食べた後ですね、その日、皇后陛下がちょうどお誕生日でお言葉を述べられて、その中で拉致被害者、この人たちの不在を私たちの共同体がもっと早く気づいておくべきだったというお言葉をされたので、それを真っ赤に塗ってですね、これを見てください、日本は守りますよということをお伝えしました。日本国民を全員取り戻すことができなければ真の意味での主権回復にはならないのではないか、そういう点でも主権回復をメモリアルするという記念だけではなくて、願い、戦うという、ね、